アポファジーメニは、19世紀前半に、イタリア、フランス及び、マルタに起こった革命的秘密結社。急進的な立憲自由主義を掲げ、イタリア統一運動初期に影響力を持った。フィリップ・オブオナローティ・フィリップ・オーギュスト・ジャンロン・アポファジーメニは、近代にリシャ語のアポファジス名の巣から由来した名称で、意味は、焼けクソになった人あるいは、決起的な人である。 この結社の指導者であったカルロアンジェロビアンコがギリシャの革命戦に参加した経験を持つこと、また秘密結社の参加者にギリシャ人が一定数いたことからギリシャ語由来になったと考えられる。カルボナリと比較すると影響力が小さく残っている、資料が少ないことから明確な起源は定かではない。1828年から1830年に かけて、ピエモンテ革命に加担したことにより、イタリアから逃れていたカルロ・アンジェロ・ビアンコが在住した、マルタ島もしくは、フランスのマルセイユカで組織されたものと見られている。活躍したのは主にイタリアであったが、メンバーは当初ギリシャ人が多く、亡命ギリシャ人が多く集まっていたトスカーナ、対抗国のピーサを中心に、トスカーナ地方やロマーニャ地方に伝播した。 この当時、イタリアにおいて最も強い影響力を持っていたのは、カルボナリであったが、カルボナリは、解明的貴族やブルジョアの間に勢力を張って、革命を志したのに対し、アポファジーメニは貧しい人々の間に浸透を、図っていた。なお、アポファジーメニのメンバーは、ミナベエロアミコ、真の友という意味と呼ばれた。アポファジーメニは、平等主義的社会革命を掲げていたが、 これには、カルボナリの有力指導者であるフィリッポ・ブオナローティの影響がある。1830年、アポファジー・メニの創設者であるカルロ・アンジェロ・ビアンコは、パリに赴いた際に初めて、フィリッポ・ブオナローティと接触し、彼の考えに強い影響を受けている。それによりアポファジー・メニはブオナローティ派の組織であると認識され、 また、ブオナローティ自身もアポファジーメニに参加して指導者の一人となっていた。ジュゼッペ・マッツィーニ・アポファジーメニ創設後の1830年には、カルロ・アンジェロ・ビアンコはイタリアに適用されるゲリラ部隊に放棄による民族戦争と題した三巻の本を交換した。著書では、ナポレオン率いるフランス軍と戦ったスペイン民衆のゲリラ戦に理論的遂行を加え、 オスマン帝国という大国を相手にギリシア人の放棄と独立を称賛し、イタリアにおける民族意識の形成を促す人民の戦争としてのゲディラ戦をイタリアの放棄が成功する唯一の手段とした。1831年にはモデナ、パルマ、ボローニャ、フェラーラなどで放棄が成功し、臨時政府が樹立され、それら都市が連合してイタリア統合諸州を建国する。 中部イタリア革命が発生した。この主役はあくまでカルボナリであったが、アポファジーメにもこれに加担した。その後もいくつかの放棄を企ててはいるが実行に移せないまま終わる。そして党員であったジュゼッペ・マッツィーニは、独立して青年イタリアを結成。アポファジーメには、それと合体する形で消滅した。アポファジーメには有力なブルジョアや、 解明的貴族ではなく貧しい山村、漁村、農村に住まう民衆への浸透を目指した。そのことから一定の支持を民衆から得られたもののカルボナリほどの影響力は持てなかった。しかしながら青年イタリアへと統合することでその規模を大きくさせ、時代の革命の動きを担う組織につなぐこと、その役割は果たせた。また、組織の創設者であるカルロアンジェロビアンコは、 ピエモンテ革命などで実際に活躍した経歴を持ち、亡命イタリア人が集まるマルセイユの中でも特質した存在であった。そのためイタリア統一の三英傑として知られるジュゼッペ・マッツィーニも彼を信奉し、マッツィーニはリオンでビアンコに出会ってからはマルセイユに同行。マルセイユ到着後の1831年4月にはアポファジーメニに加入している。 アポファジーメニに所属したことでマッツィーには、ビアンコのゲリラ戦法などを学び、それを青年イタリア主導の放棄につなげている。ありがとうございます。